世界なんだろう。タイムラインに咲き乱れるフェイク。 What is reality? 絶望や歓喜なんて駆け抜けるだけのミラージュ。 I've got an information United no vision。 I can't let the outro に曖昧なジャッジ。 It's got some Jesus skylines。 無関心ピナヒルテル。 Metro Gensho Highway。 Seek your way。 Inside of the night。 溺れていたいんでしょ。妄想はいつだって水の味。それじゃ物足んないなら肌を晒せ。 さあ make it to time。 感情放て。 確かめろ君のリアルを。 So make it to time。 衝動の myself。 求め続ければいいんじゃない。 無我夢中で叫べ。 限界はないさ。 その答えの先へ。ずっと眠り続けているんです。エニグマに意識や記憶を奪われた後遺症で。やっぱりエニグマを封印しないと目を覚まさないんですね。前にも言った通り、私はこの研究所の手伝いもしています。何かあったらすぐに連絡しますね。はい、お願いします。母さん、逃走中のエニグマは昨日だけで新たに3人の能力者を襲撃し、これで少なくとも30名の能力者が被害を受けました。そろそろ行きましょうか。無理してますね、うん、やっと会えたお母さんがファントム。その上能力を奪われてしまったんだものね。やるせないわ。春彦君ですね。はい。よかった、ここで会えて。あの、はじめまして。私は、なんというか、君のお母さんの今の夫です。え？君のお母さんと知り合ったのは2年ほど前のことです。それ以前のことを詳しく聞くことはしませんでしたが、本当に複雑な事情があったみたいです。そして随分と苦労をしたようです。あ、そういえばこれは君のお母さんが毎日眺めていた本です。中を見てください。ずっと君に会いたがってました。でも今さら会わせる顔がないと罪の意識に苦しみ続けていたようです。すみません、待たせちゃって。春彦。大丈夫、いろいろ分かって少しすっきりしました。そっか。え、よしよし。もう、なんで。じゃあ次はルルのお見舞いね。お帰りなさいませ。お母様のご容態はいかがでしたか。あ、うん、特に変わりなかった。そうですか。ずっとこうなんですか。そうなんだ。心配ですね。早く良くなると良いですね。あんたも来ればよかったのに。え、めっそうもありません。私なんかがついていったらお邪魔になるだけですもの。あ、麦茶の支度をしてまいります。麦茶はヒポクラテスも用いていた健康飲料なんですよ。彼の本によれば大麦を1個やす約3リットルの。脱線してる。すみません、つい。ルルちゃんどうなっちゃったんでしょう。さっきはまるで春彦兄さんみたいでした。わからないんだ。別にエニグマに何もされてないし。あんたが得意能力を奪われたのと関係あるのかしら。ルルちゃんって春彦くんと仲良しですから影響を受けたとか。いくらしょっちゅう一緒にいるからってそんなことあるかな。お待たせしました。
今お継ぎしますね。ルルちゃん手伝いますよ。え、そんな大丈夫ですよ。どうだ、エニグマの居場所は分かるか。何か情報はないの？実は我々も何も知らされてないんだ。上層部は何か掴んでいるらしいがな。こういうルルもありね。ありですね。わっ、こぼしちゃいました。まさかのドジっ子。小糸さん、どうしたのよ怖い顔して。どこどこって。これ修理は終わった？え、まだだけど。すぐに直して。はあ、ちょっと小糸。情報が隠蔽されてる。え、これは荒屋敷社のサーバーにアクセスするための専用通信デバイスよ。これでサーバーをハッキングする。ハッキング？少しでも情報が欲しいの。じゃないとエニグマを倒せないわ。すぐに直して。そんなこと言われても。あのだったら前にもお父さんのパソコンを直したんですよ。へえ、器用ね。いや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 、だからってそんな都合よく直せるわけないでしょ。直ったみたいですよ。嘘！繋がった。うわっ、すごいです、ハッキングもできるなんて。今までの苦労は。こんなのバレたらヤバいわよね。構いやしないわ。このまま放っておいたら手遅れになる。情報が隠されているのは確かなの？間違いないわ。あれはただのファントムじゃない。出た。お疲れ様、アルブレヒト。強化ファントム、エニグマ。強化ファントム、それって。荒屋敷社は以前から集められた特異能力者の情報を学校ごとにプールして分析し、ファントムを人工的に強化する研究をしていたみたい。人工的に強化？ね、どういうこと？捕らえたファントムに人間の遺伝子情報を組み込んだり、科学的な処理を施したらしいわ。元のファントムとは完全に別物よ。何なのそれ。どうしてそんなことを。用途は低コストの労働力、人造兵士としての軍事転用、薬品実験用の素体など。えぐいこと考えるわね。ファントムを守る法律なんてありませんからね。でもエニグマは研究者の予想を大きく超えた力を持ってしまった。そして人間を見下すようになり反乱を起こしたということらしいわ。ここから先は入場規制がかけられています。許可証を提示してください。里帰りなの。だから許可なんかいらないわ。ご用件をおっしゃってください。担当部署にお伝えします。荒屋敷社は今回の件最後までシラを切り通すつもりのように。そんなのずるいです。ファントムよりこいつらの方がずっと立ち悪いじゃない。待って、私たちの情報もあるわ。姫野先生の送ったデータかな。ええ、補正学院特異能力者一条春彦と妖精型ファントムルルに関する。春彦さんとは私のことですか？なんて書いてあるの？ちょっと待って。はい、わかったわ。エニグマが出たわ。え、どこ？荒屋敷社の研究施設、あなたのお母さんがいるところよ。それ以上近づくな。人間どもに興味はないわ。私が欲しいのはこの研究施設にある情報だけよ。止まれ大将。構え照射。どうなってるんだ。
ここからは俺一人で行きます。春彦、あんた何にもできないあんた一人置いて私たちが帰れるわけないでしょ。仕方そうですよ。何かっこつけてるんですか。バカなんですか。みんな心配してるのに、行くなら一緒に行くに決まってます。そうです、アルブレイトはきっと役に立ちます。大体みんなの気持ちとかそういうの分かってるの。はい、じゃない。皆さんいらしてたんですか。先生、エニグマの狙いは何なんですか。研究所と病院にあるファントムの情報です。エニグマは一条君の召喚能力を手に入れました。あとはデータがあれば自由にファントムを操れます。そんなことになったら、エニグマの最終目的はファントムを支配し人間を制圧することでしょう。エニグマは得意能力者を襲い続け、さらに強くなっています。まずは一刻も早く患者さんたちを避難させなければ。焦らずゆっくり行動してください。えらいことになってるわね。あなた方も能力を奪われる恐れがあります。エニグマとの接触を避けて避難誘導を手伝ってください。来たわ。え、エニグマ、先に病院を狙う気ですね。そんな、避難もまだなのに。先輩、今のあんたを行かせられるわけないじゃない。でも私たちがいるでしょ。ハルヒコさん、行くわよ。ええ、行きましょう。ちょっとアルブレヒトもお願い。ダメよ、戻りなさい。おやおや、どこかで見た顔が並んでるわね。何、あんたファントムの女王にでもなる気。あら、いいわね女王。ええ、全てのファントムと人間を従える。私にしかできないことだわ。あなたは人間に作ってもらったんでしょ。それなのに。そうよ、私は人間に作られた実験材料としてね。体中をいじられ改造され、ファントムでも人間でもない他のどんな生き物とも違うものにされてしまった。あなた人間を恨んで。とんでもない、感謝してるわ。今ではね、ファントムでありながら人間の得意能力も使える。それは私がファントムと人間の両方を超越した証、進化の頂点に立ったのよ。劣った者は優れた者に従う、それが必然じゃない。あなたたちの能力も私がいただくわ。一気に叩くわよ。ええ、はい。やった、動きを封じた。みんな、じゃあ能力をいただこうかしら。そんな。先輩、ダメです、ハルヒコさん。ハルヒコ、なんで来たのよ。あらあら、あなたまでシャシャリ出てきちゃって。エニグマ、この姿で始末してあげるわね、ハルヒコ。ハルヒコ、すぐ楽にしてあげますからね。ハルヒコさん、危ない。ハルヒコ、ハルヒコさん、無事か。かっこいいわよ、ハルヒコ。お母さん嬉しいわ。先生、一条くん、あなたの能力が取り戻せるかもしれません。よく聞いてください、ルルちゃんは一条くんから生まれたファントムなんです。え、
私はずっとあなたたちを見守ってきて、この結論に達しました。おそらくルルちゃんは一条くんが無意識に抑圧している奔放な性格がこういう形で実体化したファントムなのだと。だとすればルルちゃんも潜在的に同じ能力を共有し、一条くんの成長に同期シンクロナイズされている可能性があります。へえ、じゃあその能力も私がいただくわね。させないわよ。それでどうしたらいいんですか。ルルちゃんに保存された能力を一条くんに移します。でもどうやって。エニグマが能力を奪った方法、それと同じことをするんです。そうか、よし。やんなさい春彦先輩。どうや、考える暇ないわ、急いで。春彦さんと、そんな。何照れてるんだよ。春彦くん、ファイト。レイナちゃん待て。いいから早くやりなさいよ。先輩、くそ、出る。はーい、春彦さん。お前早くして。はい。そうはさせないわ。ルル、ハリコさん、そこまでよ。ハリコさん、ルル、ここが俺たちの内面世界か。早く保存された能力を探しましょう。やだ、やりすぎちゃった。春彦くん成功です。でも同じことよ、また能力を奪うだけ。それとも私と組む。一度は一緒に暮らした仲だもの、それもいいわね。リボーク、忘れないで、私も同じ能力を持ってるのよ。あなたの封印したファントムよ。研究データを手に入れればもっと大勢のファントムを操れるわ。あなたは一つ分かってないことがある。あなたのその能力は確かに俺から奪った力そのものだ。でも人間は成長することができる。アルコシアス、クテル、来い。行け、アルコシアス、クテル。人間も捨てたもんじゃないって
言われるようにさ。頑張ろう。はい、ハルヒコー、やった。あ、ルル、お前元に戻ったのか。うん、みなさん、くるみちゃん、先生、みなさんやりましたね。あたしのおかげだね。本当にそうですね。母さん、ハルヒコです。ハルヒコ、母さん、大きくなったね。ごめんね、お母さん、ごめんね。この本ずっと持ってたんだね。忘れてた。だってあなたが初めて夢中になった本だもの。母さん、会いたかった。よかったね、ハルヒコ。こうして俺は母さんとの本当の再会を果たした。事実を隠そうとした荒屋敷社は厳しく責任を問われることになり、得意能力を奪われた人々もみんな元に戻った。なんだか面白くないな、私がハルヒコの一部なんて。一部というより双子みたいなものじゃないでしょうか。そうね、もともと一つだったわけだし。双子か。よしよし、お姉さんと呼んでいいからね。え、お前が上？今日もシール交換したんですよ。小糸さんにもあげますね。ありがとう。私も欲しい。うん、そういえばあの絵本にこんなやつがいたな。ハルヒコ、早くしろ。ああ、皆さん揃いましたね。今回の依頼は少し大変ですが、あなたたちなら問題ないでしょう。やっていただけますか。はい。ファントム、それは人間の脳が生み出したリアルな幻影。俺たちは幻想と現実が曖昧になった不安定な世界に生きている。だけど俺はこの世界が結構気に入っている。